Stop it. Get some help. オープンワールド RPG 原神公式番組原神キャストゲーム部、イエイ。やったー。はい、こんにちは、カオ役の上田玲奈です。そして、はい、フータオ役の高橋理恵です。イエイ。原神キャスト声優たちがテイワットを旅したり、さまざまなことにチャレンジしたりして原神の楽しさをお届けする番組です。前回はトーマ役の森田正和さんと、うん、宵宮役の上田香菜さんが担当していました。ということで、あ、森田さんは番組、うん、この番組で初めて原神に触れたっていう。あ、そうなんだ。すごいね。なんかそのさ、始めた時のワクワクみたいなのをさ、もう皆さん見てるってことですもんね。いいな。でもいいしさ、その原神キャストゲーム部の幅の広さみたいな、なんか全然強くなくていいんだよとか、始めたばっかでいいんだよって言ってもらえてるみたいで、すごい安心しました。普段は私は長い長期休暇でがっつりのめり込むタイプなので。そうなの。だからレイナに勧めたのに、レイナのがあっという間に強くなっちゃって。そう、始めたのはリエが先で、うん、ずっと原神楽しいよって言ってくれてて、うん、私自身はね、始めたら絶対のめり込んじゃうなっていうところで長年我慢してたんですけど、自覚があったんだよね。そう、自覚ありだった。うん、うん、でもやっぱやり始めて、コツコツ毎日やることもあってね。すごいよ、マメだよ。いや、それが楽しい。あ、でもわかる。そう、本当に私たちがそれぞれ原神をプレイしていて、うん、私たちが一緒に遊ぶっていうのは初めて。なんかお互い別の人と遊んでるんですよ。なんか特に私はちょうどこの間、うん、葵さんにめちゃくちゃ手伝ってもらって、それこそ勝利先生をやっとレベル70にまで持っていくことができて。いや、勝利先生強いよね。強いからね。と強いし、やっぱり風太郎にもちょっとご縁があったりするってなると、やっぱ勝利先生絶対育てたいって思ってて、ちょっと足りない強い素材とかがいっぱいあったりしたので、助けてくださいとお願いをして、みんなでやるってやっぱ楽しいよね。楽しい。今回一緒に原神のことについて触れるっていうのもね、いや、公式話かも。そう、びっくりだよね。嬉しいです。本当になんか番組じゃないところとかで話してたりはしてたんですけど、今回原神さん公式番組というありがたいところで遊ばせていただきます、ね、よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、そして事前に私たちですね、原神プロフィールというものを書いてきまして、はい、はい、まずはリエのプロフィールを見ていきたいと思うんですけれども、こちらです。私今世界ランク4で、うん、冒険者レベルが38位ぐらいで、おーおー、はい、ちょっとのんびりですけれども、うんうん、いろんなマップをちょっとずつ広げていくみたいなところを楽しんでおります、うん、素敵。好きなキャラクターはやっぱりフータオと、ね、うん、ゆくあきぼっちゃん好きで、ゆくあきくんね、好きだもんね。なんていうの、小さい男の子、女性声優さんの演じる小さい男の子が大好きっていうね、うん、そういった特徴を持っておりました。私がやっぱりゆかきくんも漏れずハマりまして。いいよね、ゆかきくん、ね、いい、かっこいいし、かわいいし、もうね、めちゃくちゃいいです。どっちもある感じするね。うんうん、なんか頼れるし、だけどまだ小さいんだみたいなエピソードとかをね、見ていくとグッとくるキャラクターですけど、現在使用しているチーム、はい、私今リーユにいるので、うんうん、フータを勝利、そしてバーバラガイア使っております。いや、ガイアさんお世話になりました。いや、ガイアさん本当に、うん、やっぱり初期からずっとお世話になってるのもあって、うんうん、結局どんどん強くしていったので。あ、そうだよね、うんうんうん、本当にうちのフータを勝利についてガイアさんの方が強いんじゃないかってくらいの、子さんずっと支えてくれてます。バーバラちゃんも回復、そう、もうバーバラちゃんで回復の音符のね、ぐるぐるってこうつけたままフードでやるみたいな感じで、ちょっと元素反応かわいいね。かわいいです。そんな感じで戦ってます。はい。そしてマルチプレイでやってみたいことはありますか？かくれんぼですね。あ、楽しい。そう、かくれんぼ楽しかったので、やっぱりそのフィールドに合った色のキャラクターをこう連れていくとちょっとバレづらいっていう、そういう手があったんだとか、わー、ちょっと緑っぽい地形だなって思ったら、やっぱスクロースちゃんで行くとか。あー、いいこと聞きました。まあ、バレるときは全然バレるんですけど、いや、でもあんまりにも隠れられすぎると、うんうん、見つけられないのもつまんないななんて思い始めて、うん、あえて NPC のふりみたいなとか、そういう大胆な遊びになっていくのも楽しいななんて、やり
そうかくれんぼやりたいですね。じゃあ続いて私の話もいろいろしたところで、はい、レイナのプロフィールがこちらです。はい、世界ランク7までようやくコツコツ。でも7上がってから8になるまでがねやっぱ大変で、そうなんだ、うん、急にやっぱりレベルもあ全然上がらないって、へえ、うん、やっぱり今まで通りの毎日そのデイリーをこなしてとかっていうのだけじゃまだね追いつかない経験値の量。そうなんだ、うん、だからもっともっとやり込んでのめり込んでいけば蜂が見えてくる、うん、なるのかなと思って。蜂の世界の人すげえ。いやね、かっこいいよね、うん、そう早く蜂になりたいって。いいて、うん、そして好きなキャラクターは、うん、まあ、カムイちゃんはねやっぱり大好きだなっていうところと、産後の宮ココミちゃん、うん、ココミちゃんの伝説任務が私、うん、もうグッときちゃって、刺さった刺さった。なんかココミちゃんの素顔みたいなところがすごく見えるエピソードで、うん、あーなんかもう守りたいみたいな気持ちになってね、それからやっぱ思い入れは強いですね。でもさ、色使いもめちゃくちゃ綺麗じゃない、キャラデザのさ、もう全部が可愛い、うん、本当海のお姫様みたいな素敵よね。うん、原始のプレイしていて楽しい習慣は育成とマルチプレイ、プレイ、うん、そうね、マルチプレイはなんかどんなことしててもやっぱみんなで一緒にやるって楽しいんだなって感じられるし、育成はね、なんかやっぱりその子が育っていくっていうのが快感で、うん、なんかすぐね、カムちゃんだったら精神集めてとかもうそれだけをこう必死に集めに行くみたいな。マップの、あのマッピングがすごいことになってる。あ、自分でちゃんとピン止めてんだ。え、ちゃんと書いてんの、そのピンにさ、なんか、うん、何何何何とかこうさタイトルつけてる。書いてないんだけど、うん、なんかいろんな形がある。あ、あるある。だから、うん、あの中心のところはお花のマッピングを全部やってとか、エイヒちゃん の, あの石を集めるときとも大変だったから、あの何こう掘るやつのあれの道具のマークをやったりとか、うんうんうん、あったね、そういうマークも。まあね、もういっぱい喋っちゃったね。プロフィールだけでも一本できちゃいそうですけど。まあね、今回も原始の魅力をたっぷりお届けしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。この番組はポヨバースの提供でお送りしています。原神キャストゲーム部、カウとフータオの魅力を深掘り。イエイ、はい、今回は私たちが担当しているキャラクターに焦点を当てて、うん、その魅力をビシビシとお伝えしようじゃないかという企画です、うん、まずはカウちゃんからいきたいと思いますよ、はい。カウはリーエ七世の集まる月海邸の敏腕秘書、うん、半分千人の血を受け継いでいます、うん、クールで仕事のできる可憐な人というイメージですね、うん、なんかもう見た目がね、あの人間のフォルムだけど角が生えてたりとかね、うんうん、とってもかわいい。かわいい、うん、かわいいし、この間あのインタビュー動画もね出ていたっていうのもあるので、結構皆さんの中にはカウちゃんってどんな子みたいなの知ってる方も多いと思うけど、確かに、うん、そう、見た目もかわいいし、ま、中身としてもその見た目通りのふわふわ感みたいな、結構ね天然さんなので、そういうかわいらしいところが、見れるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、そんなカウちゃん実は悩みもあって、うん、それがね、またね、あの伝説任務とかでグッとくるエピソードとして紹介されているので、まずは VTR を見ていただきたいと思います。こちらです。千人の中、キリンは人獣だ。甘露を飲み、カカオ食す。あるの素敵よね。だが絶運の魔の生産と戦況は、うんうん、先ほど伺ったあの子の人間の部分にとっては特別仕様で、寂しすぎるのかもしれない、うん、このさ、マジ可愛い、マジでこの立ち絵も可愛い、この感じ、切り絵っぽい感じっていうのかな、なんかそうだ、ね、物語っぽい感じの、うん、普段の絵柄は、まあ、CG とまた違うっていうのがいいよね、綺麗、あの子は孤独だった、そう、孤独っていうところにね、ポイントがあるんですよ。だから属性管理を説得しようとしたのだが、その時あ、こんな言葉が聞こえてきたのだ。リーユエコーは絶運の間よりも孤独です。絶運の間で雲を眺めるのは
人でいることに対する孤独です。でもリーユへの人混みの中で感じるのは人ではないものの孤独です。いやでもね、この伝説任務すごくいいお話で、まあ、その魔人任務第一章を通して、このリーユは神から民の統治へと移り変わる、まあ、そんなエピソードがありましたね、ところがリーユへの監視役が仙人から民に移ったことで反戦である自分の存在はリーユ公に必要ないと誤解してしまったと。しかし旅人たちに説得され、リーユに戻ってきたカンは月海底でとある問題が起こっていることを知ります、それを解決するためにリーユこの人々と関わりを通して、カンの悩みが徐々に解決されていくという、まあ、なんか本当にあの孤独っていうところから始まって、でもじゃあその上で自分はどこで生きていくかみたいなのを伝説任務でしっかり描いてくれているので、はい、ぜひねプレイしてみてほしいですね。続いてはフータオです。はい、はい、どんなキャラクターでしょう。フータオはですね、リーユエの葬儀屋さん、王城堂という葬儀屋さんの道主さんでございまして、ちょっと雰囲気がおちゃらけていたりもする、なんかあの本当に道主みたいな、そんなところは魅力的なキャラクターとなっております。はい、確かにね、最初出てきた時に言葉遣いとかその喋り方も結構独特で、なんかどれが本心なんだろうって分かんないような、つかみどころない感じがねして不思議なキャラクターだなと思いました。本当にそのなんだろうな、職業が葬儀屋さんっていうところもあって、あのまあ身なりもそうですし、なんかかっちりとした雰囲気と、それとあの葬儀屋さんには似つかわしくない態度みたいな、そういったものを両方説得力を持たせて存在しているみたいな感じがあって、ちょっとねあの個性が独特で、難しかったんですけど、今となってはすごくあのフータオらしさみたいなところが生まれたのかななんて個人的には思っている、すごい大切なキャラクターです。そんなフータオと旅人が初めて出会う伝説任務のシーンを見てみましょう。こちらです。あれ、勝利さんを知ってるんだ。じゃあ話が早いね。私はフータオ、王城堂の道士。かわいいお目目が、そんなの、お目目の中に花が咲いていて、素敵。生と死に関わることを、急に真面目なトーンになるのよね。でも私はこの仕事を気に入ってるの。でも全部ね、やっぱ嘘っぽく聞こえるけど全部嘘じゃなくて、なるほど、それに王城堂に頼みたいことがあったとしても、こんな偏僻なとこまで来ないだろう。まあ商売上のお客さんじゃなくても、この世に生まれてきた時点でみんな私のお客さん。意味深。今はそうじゃなくてもいずれ必ず、ね。私たちはあなたにとって最良の選択。割と多分ね、本気でも言ってるんだけど、ちょっとなんか、なんだろう、葬儀屋ジョークみたいなところも、こうなんか、怖がるものでもないし、なんかこう、ポップに扱うものでもないぐらいの、なんか不思議な距離感で会話に混ぜ込んでくるから。改めてフータをご説明しますと、仕事一筋、葬儀屋さんのお仕事一筋で、目ざとい感じのフータですけれども、実はすごく優しい面もあって、それが伝説任務で分かったりします。いい話だった。ありがとう。やなんか部下の幼馴染で不慮の事故で亡くなってしまったロン兄貴の魂があるんですけど、その魂をこう一緒に探して回ったりとか、あと生と死の境界を維持するという目的を遂行するために努力する、真面目な彼女の本人を口から語られる言葉選びが本当に素敵なので、ぜひ伝説任務やってみていただけると、なんかフータオの表面上じゃないところを知ってもらった上で、フータオのあのおちゃらけた感情を聞いてもらえるとまた変わるんじゃないかなって思います。はい、さあ私たちが務めるキャラクターの魅力に溺れたところで、早速ゲームをプレイしていきたいと思います。はい、原神キャストゲーム部、思い出フォトアルバム作っちゃおう、原神カメラ部。イエイ、イエイ。はい、今回は、
原神の世界を旅しながら原神カメラ部の私たち2人で、うん、テイワットの魅力を写真に収めてオリジナルのフォトアルバムを作ろうという企画です、うん、撮影した写真は実際にアルバムにしていきますということで、うん、こんな感じですね。ね、可愛いフレームを用意していただいてます、ねうん、5枚撮りに行くということで、うんまあ、行きたい場所とかあったら随時、はい、ということで、写真を通して原神の魅力をお伝えできたら視聴者の皆さんにプレゼントがあるみたいですということで、思い出になるような素敵な写真をしっかり激写していきますよと。なんだろうね、プレゼント楽しみだね。うん、じゃあ早速はい、じゃあやってきてもらっているので、はい、操作していきますか。はい、はい、じゃあまずは私は今日はコントローラーでやっております、はい、私はこのこれはなんスマホでやらせてもらいます。はい、じゃあいい行って行っていい？いいよいいよ。いい行くね。いいよ。どこ行こう？どこ行こう？ねどこ行く？そうそうそう、ここここ。ああ。ここはね昨日ずっとやってたのよ。なるほどね。ちょっとまだ開けっぱなしのここにじゃあちょっと飛びますか。うん、飛びましょう。さあやってきました。わ、でもこれすごいね、あの下気持ちいいよね。あ、落ちて、写真写真落ちてるよ、落ちてるわ、写真撮る。どこ行く？やってきた記念に大胆な大胆なかっこいいじゃんこれ。もう1枚やっとくかなかなか狙ってできることじゃないもんねこれ。カメラ撮るときは、うん、開いてカメ写真撮影で、ちょっとなんか表情変えとく。あ、そうだね、ウィンク私も変えとこう。いろんなポーズがあるんだ。永遠にやってられちゃうよね。そうなんだよね、ポーズ変えたら埋まっちゃったよ膝。あ、本当だとりあえず撮っとこう。いや難しいな難しいな、カメラって難しいね。こだまっちゃうよね。こだまっちゃう。一番引き出しは撮りますとりあえずね、まあ何枚撮ってもいいんだし。そうだね、うん、バシバシ撮っちゃってね、うん、仕事なんか、あー待って待って待って、ごめん俺に来て行くね。わー、どこ行くちょっと動かしたね。すごい、わー、いい眺め、いいね。あ、ね、その画角良くない？このさ、うん、このさ、こうこうやってさ、2人でこの辺飛んでるやつをさ。ああ、いいねいいね。え、でもちょっと、もうちょっと下に降りて、降りて、降りて、降りてきて、降りてきて、降りた。あ、いいね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 。もうちょい、あ、その画角、ちょっと待って、あと体力なくなってやばいやばいやばい、撮りたい撮りたい撮りたい。え、これどうやって撮ったらいいの？L1 止まる。ねえ、飛び方綺麗じゃない？ちょっと待って、死ぬひなひなすごい、いいショット撮れたね、撮れた撮れたまさかなことができましたけど、これまだ下行けるのかな、もう行けないのかな、下、あ、こっち、あ、うんうん、天候橋の下の方行ってみようかでも一回登らなきゃか。あ、降りてきちゃったもん ね。じゃあ一番近く、まあまあ高いかな、この辺、あ、下の方か、こっち、こっちかな、こっちかな。あ、鳥居だ鳥居だ鳥居だ、あいやいやいや、あー、もうそうやって突っ込むからね、うん、突っ込んじゃうからね。解き方わかんないのよこれ、このさ、後ろのこれ、え、ちょっと、あ、あーあー、見つかっちゃった、倒したか。これフータオってさ、うん、私今ココミちゃん連れてんだけど、あの回復ってあんましない方がいいの？やっぱり、え、あー、でもしない方がすごい高いの出るんだけど、うん、でも普通に死ぬから私。そうか、なんか回復欲しかったら言って。あ、ほんと？あ、わかった、すぐ出す、クラゲを。お願いします、お願いします。 OK、 私の周りに来てくれたらクラゲがぷくぷく浮いてて、わー、本当だ、めっちゃ回復する、すごい、え、ありがとう、わ、
すげえ。いいよね、ココミちゃんね。すごいいいな。どこだ？ちょっと一回。うわ、めっちゃついてるね。めちゃくちゃついててびっくりした。すごいついてた。もう一回見る？すごい。すごい。すごい。うわあ、すごい。やってんね。めちゃくちゃついてんのよ。すごい。面白いよね、うん、ちょっと一回こっちに来て、うん、とりあえず景色がいいところ行くかって思って、ね、うんうん、確かに。あ、いいね。あれ、なんかなかったっけ、この辺に登れるやつ。上の方に。あ、こっちか。あ、あったあった。おいしょ。あ、うわ、いい。なんか、カンウとフータオっていうのもなんか感慨深いねえ。なかなか収録とかでは別にね、全然掛け合いとかがね、うん、あるわけではなかったけど。あ、いいじゃん。いいよね。ここ座れるんじゃなかったっけ。あ、ほんとだ。あ、わー、いいじゃん。素敵。どこから撮るよ。あ、あ、めっちゃいい。これ、こっちどこいいじゃん。めっちゃいい。これ引けるんじゃなかったっけ。カメラ、カメラで。あ、すごい。え、めっちゃいいね。あれいいか、うん、いや、なんか、うわー、うわー、こんな素敵、うん、いいですね。あんま慣れちゃっててさ、ゆっくり撮んないもんね、写真ね。撮んない、うん、いつもバトルして素材集めて、うん、解散って感じだから、うん、こんななんかのどかなテイワト大陸の旅みたいな。うん、あー、素敵。ちょっとおみ足なめのこれさ、夜になってさ、星空もすごい綺麗なんだよね。夜なんないかな。これ時間移動できるかな。これ私でできんのかな。できないか。あ、こっちじゃ。そうね、夜20時21時とかそんぐらいかな。出てるかな。ティックタックティックタックティックタク。星が出てたらいいな。どうでしょう。綺麗だよ。ちょっとちょっとちょっと。綺麗。わどうやって撮りましょう。めちゃくちゃ綺麗じゃん。立ち位置交換した方が綺麗。あ、すごい。これいいね。綺麗。こうかな。とっても素敵。これ撮っとこう。で、わあ。立ち位置交換する？交換してみるか。うん、あ、でもさ、うん、こう見つめ合いも良くない。お、いけるかな。どこであこの 微調整がね。オッケー、そっち行くわ。あー、ね、ちょうどいいとこおいで。あ、どう。あ、いいんじゃない。これでさ、ポーズなんか変えるか。あ、そうね。腕組んでる。考える。考えるポーズしてる。どういう気持ちなんだろうね。重いの選んでるんだ。カメラマンになってる気分だ。この辺かな。あ、素敵。、うん、なんかせっかくならスキル使っての写真撮ってみたいよね。撮りたいね。なんか倒したい敵とかいる。じゃあここ。これ、無双の岩さん。岩さんね。寝転がると、岩さん、私も苦戦する、いつも。行こう行こう。やった。何のキャラクターならいいかな。あ、勝利先生いるから回復いらない。いや、欲しい。オッケーオッケー。よし、右だったっけ。ちょっと待ってね、追跡して。刀はお茶と同じく、こっちか。味わってこそ本来の。これなんかいっぺんに行かないといけないんだよ。すごい。持ってきな。え、持ってっていいの。プレゼントしてくれるの。いいよいいよ。ありがとう、優しい。よし、じゃあ向かってみようか。向かいましょう。あ、多分こっちだったような気がするんだよな。いけるかな。私、カズハさんいないからスタミナ切れで届かないかもな。え、嘘。いけるかな。ああ、死んじゃったじゃん。ちょっと、いけなかった。いけなかった。あ、そんなに回り道していけるんだっけ、ここ。確
確か割と島と島を渡ってきてた気がする。あ、そうなのか。まさか行けたとは。あ、こっちの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 すぐ見つかっちゃうね。うん、こっちのこっちの。あ、こっちでこの襲われてる。距離感も距離感もなんかいいね、この写真撮っとく撮っとくか牛がめっちゃ追ってきてんじゃん。面白い写真撮れるからあ、大変ですよし、待って、おい、行きましょう。行きましょうか。この人はどうやって戦うんだったかな。なんか何本も出てくるあれをさ、あー、なんか柱だっけ。うん、写真撮るのせないにしないと。なんかこの、そっか、これがいるところを叩けばいいのか。そう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 、なるほどね。定期的に写真を撮りますありがとう。私はカメラを装備してしまったから料理を食べられないというじゃ あ, あの回復欲しいときすぐ言って、わあ、すごい、なんかリエと一緒に戦ってるんだって思うと嬉しいようやく叶った。やっとね、うん、あ、いいんじゃない。うわー、あれ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 、無駄打ちしちゃったかも。え、ちょっと待って、あ、写真撮らなきゃ。あ、これなんだっけ。あ、真ん中の俺を倒したい。よいしょ。全部倒すんだっけこれ。できるだけじゃなかった。あ、じゃあ同じとこ叩いた方がいいかな。うん、早っなんか、どうしよう、クラゲ置いとく。あ、助かる。あ、今からスキル打つよスキル打つよ。あ、ちょっと待って、はい、チーズ。ちょっと邪魔しちゃったんだけどまあ、場所が悪かった。キャーあ、やばいやばい。今からクラゲ出すよ。え、ちょっと待って、いくよ。はい、あ、え、私も出そう。出そう出そう、一緒に出す。あ、え、でももったいない、こんなとこいらっしゃった。こっちこっちこっち行こう。なんかすごいオーギー出せるよ。え、出してもらおうかな。じゃあそれ取るか。いくよ。え、いいよ。せーの、海のちぎりよ、ご安心を。お、雪よ前、なんか取れたっしょ。晴れた？いってらっしゃい。あ、かわいい。自分が一番いいとこ取れちゃった全然終わらないね。こんなに難しかったっけ。いや、ちょっと写真撮りすぎたちゃんと倒した、ちゃんと倒そう。あ、これか。終わらない。やばい、全然終わらない。これやっぱ柱全部倒さなきゃいけないんだ。なるほどね。雪よ前、あいつ、すごいね永遠に勝てないんですけど。ずっとやってんじゃないこれ。あ、一撃できます？うまし、マジマジでマジでマジなの？そうだ。嘘。あ、だから勝利先生。ああ、アシールドでも壊せるんだって。ガンザンホチク。頼む。やったー！勝利先生！最高。先生。え、そんな楽しかったあったんだ。え、私今まで全然。任せろ。行くよー。頼む。しゃ。秒じゃん。今までの何だったの。こんなに時間をかけたけど、勝利先生一人で倒せたってことよね、うん、やばい。これはでも、うん、いい勉強になった。なりました。あ、ちょっとこれ欲しかったんで嬉しい、うん、嬉しいですありがとうございます。写真撮れたっけ、はい、多分撮れましたよね。いい感じのやつ後でチョイスしたいと思います。よかった。ということで、まあね、この撮った写真でようやくアルバムを作っていきたいところなんですが、はい、まあもちろんお時間の都合でそうだよね、普通にさ、家でゲームやってるのと同じテンションでしたって大変大変、撮影でございましたわ。はい、まあね、お時間来てしまったので今回はここまでということで、はい、はい、まあ次回、アルバムを作って、まあ、発表するみたいな下りがあるんじゃないかなと思います。はい、これであの原神の魅力っていうのは少しでも伝わったんでしょうか。
っとっとって。よかった、まあ、勝利先生はやっぱ偉大だぞっていうのがね。そうそうそう一個勉強になりましたし、ありがとうございます。これから無双の矢めっちゃ倒せます助かりましたありがとうございます。ありがとうございます。ということで見事クリアできましたので、はい、視聴者の方に原神ビッグぬいぐるみパイモン&ナナを2名様にプレゼントいたします。はい、こちらです。かわいい、大きいです。しかもねえ、すごいなんかあの夜寝るときとかにもさ、確かにギューってしてね、いいサイズです。うん、かわいいです。かわいい。こちら応募方法いろいろやってきましたけれども、うん、なんかもう途中から番組っていうか夜な夜な2人で遊んでるみたいな感じになっちゃったよね。なってるなってる本当に本当に皆様にも面白い感じで伝わってたらね嬉しいんですけれども、またこの番組内でプレイしてほしい内容などあったら、うん、そちらもハッシュタグ原神キャストゲーム部をつけてツイートしてください、はい。次回番組の予定も決まりましたら、公式ツイッターなどでお知らせしますのでお楽しみに、はい。ということでまた次回もぜひ応援しましょう、うん、はい、さようなら。